はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーガッチャードデラックス X ガッチャリバーの各モードで遊んで XREX と UFOX を使って強化変身をもう2種類鳴らしましたが、じゃあ他のレベル10関連で連動変身すればさらなる変身音が鳴るかどうかを今回は検証しましょう。ちなみに XREX はこういうテンション高めな BGM で、 UFOX はめちゃくちゃヒロイックなサウンドでしたよね。じゃあ順番に行きましょう。リクシオン、あれ待って、これ UFOX のサウンドじゃないの？レベルナンバー10共通サウンドとかあるのか。おや、これは意外。UFOX と一緒だ。リクシオン、シャイニングフィーバー。フィーバー、フィーバー。あ、そういうこと？ UFOX がすごいヒロイックな変身 BGM かと思いきや、これがレベルナンバー10の共通変身音ってことか。ゼグドラシル。あ、同じだ。ゼグドラシル、シャイニングフィーバー。あらま、これは予想外。バンバン変えてくるかと思った。エクシードファイター。トップビークル。ここはちゃんとね、専用だね。ここもね、エクシードファイタースーパーまでは専用なんだけど、それ以外の BGM は一緒、 UFOX と。エクシードファイターシャイニングフィーバー。そうなんだ。チャーチャーと行こう、ビートロックス。一緒だ。ビートルックス、シャイニングフィーバー。じゃあ一応テンフォートレス。ハイエンドアーティファクト。ガチャンコ。エッジ。テンフォートレス、スーパー。テンフォートレス、シャイニングレベル10。最後はクロスウィザード、マスターシュブ、クロスウィザード、スーパークロスウィザード、シャイニングフィーバー。なるほど、判明したのはむしろ変身音としては、XREX だけが特別で、それ以外がレベルナンバー10共通変身音なんだ。そういうことね。レベルナンバー10じゃないやつを、
変身させると、ほら、シンプルな共通音なるもんね。一応ここでは踊りっぱーは言ってくれますけど、レジェンドだとどうなるんだっけ？でも普通のナンバー系と同じ変身音だ。あ、そういうことね。Xガッチャリバーのもう本当に特別な音声っていうと、スターガッチャードの X アセンブル、これになるのかな。専用サウンドなんだ。必殺対応は？ここは変わらずか。こういう感じなわけね。え、じゃあさ、仮面ライダーレジェンドぐらい特別なカードとかだと？ちゃんとイエロー発光だもんね。あ、これは通常ナンバー系と一緒なんだ。今のところ確認できる音声はレジェンド系とレベルナンバー10以外の1から9は同じ変身音で、レックスは専用変身音で、レベルナンバー10はレベルナンバー10変身音からの X アッセンブルがスターガチャとの専用音で、4つの変身音が確認できましたかね。それぞれのレベル10変身音が鳴るかなと思ったけど、さすがにそれはなかった。せっかくなんでいろんなナンバー10もソードモードで連動させると、まあでもエクストラーシュは一緒で、クロスウィザードのセリフが変わるだけかな。でも発光カラーも変化しますね。そうですね、効果音同じだ。リクシオン。赤、青と。ここ多色発光変化するの細かいな。テンフォートレス。これは白と薄青？テンフォートレスエクストラー。ビートロックス。赤色。こんな風に色が変わると。ちなみにレジェンド系とか言ってみても、ちゃんと連動すると。レジェンド、ストラーシュ、あ、そっか。ちょっとセリフ変わるんだ。通常カード。シンプルなストラーシュになるわけね。でもちゃんと闇バットとか言ってくれるから、マジ認識機能優秀。ガッチャリバの動画でやってなかった、ケミーライザーレンド行きましょう。エクスレックス。ナンバー10 X レックス。
ケミーインは変わらず、UFO。サビマルが喜びそうなガッチャ状態。スパナバージョンでは、ちゃんとエフェクトかかりますね。ここは変わらず。じゃあ、バルバラッシャーでは、UFO X。あれ？何この音声？え、ちょ、待って。あ、ほら。いつもはこうだよね。え、待って。急に。ほら、え、初めて聞く音声来たんだけど。UFO X もう一回。UFO X。何この大気音。オカルトバルバラバーストで、オカルト属性サウンドが鳴ったんだけど、そもそも、よく考えたら、UFO X っていうのがおかしいよね。だってアーティファクトとかでしょ？ほら。だから、本来だったら、個別はビークル系のみだから、オカルトって言うはずなんですよ。へぇ。個別認識した。ビークル系以外で初の個別音声ですよね。え、じゃあ必殺は？ここは変わらずか。バルバラブレイク。え、じゃあ X レックスは？エンシェントじゃなかったらすごい。あ、エンシェントだ。やっぱじゃあ UFO X だけちょっと特殊なんだな。これは何か本編で秘密がありそうな連動の予感ですね。って感じで、エンシェントとオカルトのレベルナンバー10以外の変身連動音声はこんな感じで、まさかの共通音でしたね。ただ、X アッセンブル連動でまた別の変身音が鳴りましたから、まだまだ今後発売するカードとかで新規音声が鳴りそうな武器な気がしますね。X ガッチャリバー全貌がまだ見えないところがいい。以上、クロス X レックスとクロス UFO X 以外の連動変身音検証動画でした。